Hey guys, welcome back to FM Koza. It's time for Adventure Lab. My name is Ari Nakaza. You can call me Abo. FM Koza をお聞きの皆さん、こんばんは。はい、あっという間の水曜日。はい。アドベンチャーラボの時間です。はい、パーソナリティは私、アーボーこと中澤有俊です。よろしくお願いします。そして、今夜も隣にはアドベンチャーラボ看板娘のナーミーが、来てます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、もう台風が近づいてきているようです。はい、はい、台風、はい、9号、10号、11号来てますね。あ、そうですね、一気に3つ。はい。でまずなんかちょっとネットでちょっと検索すると、はい、9日から10日にかけて、沖縄本島地方に接近する恐れなので、皆さんその後の、気象情報に注意してください、はいはい、でちなみに台風という言葉なんですけども、もちろんこれ日本語で、日本語でして、で、英語でも台風って言います、うんうんうん、で地方によって世界では3種類に言い方が分けてまして、台風、ハリケーン、ハリケーンですよね、うん、でサイクロンというのも言い方がありますけども、これ違いは、まあ違いはありません。基本的に同じ意味ですね。熱帯低気圧、熱帯系低気圧、はい、ただ、うん、地方によって、まあ、発生する地域によって世界のよって呼び名が変わってくるそうですね。例えば台風は太平洋西部、東南アジアの方ですね、周辺で発生したら台風って呼ぶらしいです。スタッフの方がありがとうございます本当に、はい、で、ハリケーン、太平洋の北半球地域ですね、例えばアメリカとか大西洋ではハリケーンと言うそうですね。あ、うん、地域によって言い方表現が変わるということなんですね。そうです。はい、そうです。で、ちなみにもう一つサイクロンってありますよね。よくBBC ニュースってイギリスの、ニュース番組があるんですけども、うん、世界の、はい、それではサイクロンとよく出るんですけども、やはり地域的にまあ、インド洋とか南太平洋、うん、はい、まあ、インド洋から上の方ですね、うん、要するにアフリカとか、その上、ですね、ヨーロッパのあたりではサイクロンというそうです。ほうほうほう、はい、サイクロン、そうです。ということで、まあ、台風が近づいているので台風の、まあ、英語でちょっと紹介させていただきました。台風、台風、台風、ハリケーン、ハリケーン、サイクロン、サイクロン、3つのパターンがあるということですね。地域によって言い方が違いますと。なるほど。はい、この番組ではゆったりとしたメローな洋楽を中心に曲の内容や意味を、パーソナリティの感想を含めて解説して音楽を楽しんでいきたいと思います、はい、また曲のフレーズをピックアップして英会話ワンポイントレッスンにつなげていきますので、よろしくお願いします、この番組では語学教室アドベンチャーラボの提供でお送りしています。アドベンチャーラボでは英会話、中国語講座、翻訳や通訳、そして留学サポートなども行っておりますので、語学や海外に興味のある方はぜひ語学教室アドベンチャーラボと、検索していただくとホームページや、Facebook ページが見られますので、ぜひホームページで Facebook ページでいいねを押してください。よろしくお願いします。またこの番組ではメッセージを募集しています、はい、メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。ファックスナンバーは 098-934-8653 です。また、Ustream で映像と音声を配信していますので、そちらの方も、お楽しみください。よろしくお願いします。はい、はい、Alright, we're gonna get going to the first topic。 最初のトピックに行きましょう。はい、行きましょう。はい、最初のトピックは、Music Lab。 このコーナーではゆったりとしたメローな洋楽を中心に曲の意味、内容などパーソナリティの感想を含めて、解説していきます、うん、また曲のフレーズをピックアップして英会話ワンポイントレッスンにつなげていくコーナーです、はい、早速ですが、今日のピックアップソングはナーミーに、はいはい、紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします、はい、私ナーミーがピックアップするソングですが、はい、今年は今日ですね、うん、リアン・ライムズの、うん、How Do I Leave、はい、です。
リアン・ライムズですね。リアン・ライムズ。リアン・ライムズですね。はい、リアン・ライムズは現在32歳の女性ボーカルで、アメリカ合衆国、アメリカのミシシッピ州出身、テキサス州育ち。うん、テキサス、はい。はい。カントリーミュージックの歌手です。はい、で、わずか13歳にして、初のシングル、ブルーを発表して、発表からわずか1週間で12万枚以上を売り上げるという、はい、1週間で、はい、なるほど。で、グラミー賞ベストカントリーボーカル女性部門を受賞、またグラミー最優秀新人賞も受賞し、はい、まさに実力派歌手のリアン・ライムズなんですけれども、すごいですね。今夜は彼女が15歳の時にリリースしたアルバム、You Light Up My Life の中から、How Do I Live をピックアップします。はい、How Do I Live、はい、僕ももちろん聞いたことあるんですけども、あれ15歳の時歌ったんですか？15歳なんですよ。すごい歌唱力ですよね。すごいですね。もうちょっと皆さん楽しみにしていてください。なんかすごい、もっと年齢いってる方が歌ってる。そうそうそう、大人な声って、ですよね、聞いてみるとちょっとこれ楽しみなんですけど、はい、楽しみです、はい、でこの曲はニコラス・ケイジ主演の映画コンエアの主題歌でもありました。はい、はい、ビルボードチャートにおいて69週間ランクインし、300万枚以上も売り上げた、12年間最も売れたカントリーミュージックとして有名です。 How do I liveHow do I live? やっぱりな。はい、で歌詞はですね、はい、タイトルにもなっている、How do I? How do I? と始まり、うん、はい、あ、違う、How do I? か、まあいいや、ね、これからですね。ごめんなさい。ちょっと滑ったね。間違っちゃった。いやいやでも、How do I? から始まり、はい、な内容はですね、はい、もうどうしたらいいの、あなたなしでは一晩だって過ごせないとか、あなたなしで生きていくのならそんな人生想像もつかないわとか、なんかこの腕にあなたが必要なの、あなたを抱きしめたいの、教えてあなたなしでどう生きていけばいいの、ちょっとなんか女性、あなたなしじゃ生きもつできないとか、女性側のなんか、そうそうそう、なんていうんですか、熱い思いだったりとか、思いを叫びながら、ラブストーリーですね。ラブソング、ラブストーリー、うん、ラブストーリー、ラブソングなんですよね。そう、それでまた歌詞の中ではですね、家庭のもし、if、もしを表す if が何度も出てきます。家庭法ですね。家庭法の if です。もし何々ならば、そうそうそう、するだろうと。うん、if you ever leave とか、なんか if you ever go、とかですね、もしあなたが去ってしまったら、はい、みたいな表現なんですけれども、でまたですね、if の後に過去形が来るっていう if 構文という文法も出てきます。はいはいはい、ありますね。 I would be lost if I lost you、 もし何々だったらという仮定に、仮定を、 if I lost you、I would be lost would っていう過去形を使ってる、そうだっただろうっていう、そうそうそう、ね、何々ならば何々だろうって、そういったなんか if 構文と呼ばれる文法も学べちゃう。うん、この if 構文はもう実際仮定ですよね、あくまで。そうそうそう、仮定した上で、あくまでちょっとした空想の中で、何々なら何々だろう、何々が起こった、そうそうそう、起こった場合はそういう風になるだろうっていう、そういうイメージですよね。そうね、架空のなんか言葉を、要するにこの曲でもよく使われてるっていうことですよね。そうなんです、そうなんです。なるほど。はい、でまたこの歌詞の中には、はい、口語表現がよく出てきます。会話口調ですね。そう、会話口調。はい、例えば最初に What kind of life というふうに kind of を kind of というふうに、会話表現、口語表現、はい、よく言いますね。確かにしてますね。What kind of というと何々の種類、そうそうそう、What kind of、 どういった種類、どんな種類、何々、What kind of、 ここでは What kind of life、What kind of life っていうふうに言ってですね、はい、これを kind だって、 kind of を kind だって、そうそうそう、そういう口語表現などもふんだんに出てきますので、はい、いいですね、皆さんぜひ英語もしっかり学んじゃいましょうみたいな。素晴らしいです。はい、いい曲ですね。うん、それでは早速いきましょう。はい、それではお聞きください。Alright, are you ready? Yes. Okay, now, それではお聞きください。How do I live by Leon Rimes?
Leon Rimes with How Do I Leave でした。はい。はい。いい曲ですね。いい曲ですね。何回聴いても、すごくいい曲です。Did I say the title and the title of the song? Go ahead again. Okay. So that was Leon Rimes with How Do I Leave、でした。はい。How do I leave?、はい、いかがだったでしょうか。早速のアッキーさんからメッセージ来てまして、はい、いい曲だねってあります。いいですね、ありがとうございます。嬉しいですね、ありがとうございます。なんか幸せになりますよね、この曲聴いたら。そうそう、メロディーも素敵だし、やっぱりもう思い出、2人にとっても思い出の曲なんですよねこれね、実はこれなんか本当に何ていうんですか、よく別れ話とかあるじゃないですか、そういうのではなく、そうそうそう、本当にすごく前向きな、 そのぐらいあなたを愛してるんだよと、あなたなしでは生きていけないの、的な、そのぐらい愛してますよっていうのを、すごく強調してる、歌だなとすごく思うので、ぜひ結婚式でもね、そうですね、結婚式にもってこいの、はい、まさに曲ですよね、実は私たちもそうですね使ったというかれこれ何年前かちょっとあれなんですけど、ピックアップソングに入れましたね。はい、入れましたね。何だったかな、キャンドルサービスだったか何だったか。キャンドル、そうですね、キャンドルサービスの みんなテーブルに、そう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 、キャンドルつけるときに、つけるときにね、やりましたね。僕はもう感動しすぎて、覚えてないって言って、覚えてましたよ。そうで、またこれはもう私カラオケ行ったらもうめちゃ熱唱します。そうですね、毎回歌うよね波を、はい、僕が歌ったら気持ち悪いやっぱり女性の声ですよねこれは。そうですね、女性歌手ということもあって、はい、もう歌いたくなる曲です。はい、はい、はい、それではあ、メッセージはそうですね、メッセージ読んだか。はい、皆さんメッセージどんどんくださいね。はい、ぜひください。それでは CM に入っていきます。はい、 We'll be back after the commercial. Stay tuned. おかしいもん。次はじゃあもうあれに入ろうね、ナンバー2。これ OK、 大丈夫、これ大丈夫、ネットでは聞こえるから。あ、そうだね、ハロー、ニーハオ、アドベンチャーラボ、ユーストリームでもこの CM 流したいね。だからね、そうだね。はい、 Welcome back。 あっという間のコマーション。今、あ、早い、一気に切り替えますよねこの。はい、はい、じゃあコーナー2いきましょう。はい、アボのこういう時どういうの、 Do you know、 ナイスハモリ。本日は、ですね、電話での会話、はい、バージョンですね、テレフォンカンバセーションのテーマを取り上げます。はい、テレフォンカンバセーション、はい、今最初、プルルルルってなるじゃないですか、とベルが鳴ったら、はい、はい、もしもしっていうのが英語でも Hello Hello Hello、みたいな感じで言いますよね。 Hello、で、まあ、これでカジュアルで、まあ、OK なんですけども、やっぱりビジネスの場合はちょっとやっぱり言い方違いますよね。はい、そうですね、まず最初に会社名を、はい、伝えます、すぐ、でそれから続けて May I help you? May I help you?、という感じで使うことが多いですね。例えばこんな感じです、プルルルルプルルルルガチャ Adventure Lab May I help you? おお、なるほど、はい、はい、ナミさんなんか、あ、じゃあこんな感じですか、プルルルルプルルルルガチャ
FM 講座 May I help you?、うん、そんな感じですね。FM 講座 May I help you? っていう感じで、うん、言いますね、よく。なるほど。なので会社名を最初に言って、それから May I help you?、うん、うん、なるほど。どう、うん、ヘルプしますかっていうイメージですよね、もう。うん、ご用件は何ですか、そうですね、って聞くってことですね。はい、うんうん、また、日本語では、うん、名前言いますよね、中澤でございますとか、うん、名字で名乗るんですけども、うん、アメリカでは、まあ、名字というよりもファーストネーム、うんうんうん、名前をもうすぐ言いますね、うん、例えば This is Ari Naka-、This is Ari speaking、うん、This is Ari Toshi speaking という形で、うん、そのままファーストネームの名前をそのまま名乗ることが多いです。あ、そうですね、はい、なるほど、はい、Adventure Love May I help you、Adventure Love This is NamiMay I help you? とか続けるとそうですね、うん、Adventure Lab This is Ari speaking May I help you? っていう感じで間に入れる感じがいいですね、うんうん、基本的にはそうですね、うん、また日本では社内の会社の職員同士でも名字にさん付けしますよね、うん、はい、でもアメリカでは名前で呼び合い呼び合ってし、うん、呼び合ったりする、ね、名前で呼び合うので上司と、上司に対しても、うん、すごい親しみを感じますよね。そうですね、逆になんか名字で Mr. 何々とか Ms. 何々だとなんかよそよそしい感じだとか、うん、他人行儀な感じがしますよね、うん、もうアメリカで一緒に仕事するっていうイメージでやっぱりなるべく距離を縮めるっていう意味でも、うんうんうん、やはりお互い名前で呼び合うっていうのはすごく大事だと思います、うん、フレンドリーな意味ですね、うん、そうですね、もちろん、うん、この尊敬を表す意味で、うんうん、この先生とか、うん、まあ、社長、うん、に対してはこのトップの人に対しての この言い方というのはやっぱミスター、うん、またミズってつけてラストネーム、うんうん、名字で言うっていうのが大体ですね。例えばプレゼン中澤、うんうん、プレゼン、うん、ドクター中澤、ドクター中澤先生とか、うん、ドクターとかね、うん、ミスター中澤とか、まあ、そんな感じで、そうですね、うん、まあ、尊敬っていう意味でちょっとちゃんと地位をわきまえてますよっていうビジネスではやっぱり必要ですよ ね、 すね、うん、ここで仲良くなっていくと、うん、ファーストネームで呼び合える仲になると、お、心を打ち明けて付き合っていけるビジネスパートナーみたいな感じになっていきますよ ね、 すね、はい、うん、で会社でもその例えば直属の上司とかに対してもそんなに、うんうん、もう固くならずにね、うん、名前で呼び合ってますよね、名前で呼び合ったりしますね。課長、次長とか、うんうん、いるじゃないですか、そうですね、部長とか、うんうん、そこまではもう全然名前で呼び合ってますね。もう名前で呼びますよね、僕がアメリカで、まあ、仕事してた時もそういう感じで、うん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 、気楽に言ってたのに、ただ確かにその社長に対しては、うんうん、ミスターって言ってましたね。そうですね、ミスター、名前をちょっと忘れちゃったんですけど、うんうんうん、例えばね、うん、そうですね、うん、っていう感じで、うん、いろいろ、まあ、表現そうですね、ありますね。で、うんうん、ですね、今度これちょっと僕、まあ、次回以降にちょっと説明したいなと思って今思い出したのが、はいはい、アメリカ、英語って電話越しでスペルを言ってくださいって言うじゃないですか、うん、あ、はい、その時に、うん、例えば M と N、うん、聞き取りにくいですよ、 すごく。僕が例えば、May I help you? って言って、まあ、What's your name? って、まあ、聞かれた、うんうんうん、名前聞かれた時にアリトシ、アリナカザって言った時に Can you spell your name?、うんうん、Could you spell your name?、うん、要するにスペル言ってくださいってスペル確認したい時、うん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 、その時ナカザっていう時 N-A-K-A-Z-A って言うんですけど、うん、N が M と似てて、うんうん、すごく聞き取りにくい時もあるんです、そうですね、こうやってネイティブの間でも、うんうん、起こりうる、うん、そんな時に例えばどういうふうに説明するかというと、まあ、単語を言うんですよね、うん、N as Nose とか、うん、鼻の Nose っていう、うんうん、Nose の N ですよっていう感じ、うんうんうん、例えば人弁の中ですよって感じも説明するじゃないですか、そうですね、そういうイメージで、うん、電話越しですごく説明する、うんうん、その時に As in って使いますね、そうですね、 N as in Nose とか A as in Apple っていう感じで、うん、もう本当に分かりやすい単語で、うんそうですね、なるほど、電話越しで説明するとすごくいいと思います。なるほど、うん、例えば B と V の違いとか、B と V ですよね、うん、so, B as in book とか、そうです、そうです、本の、うん、B ですよと、うんうんうん、V as in victory とか、うん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 、勝利っていう、 victory って、あ、そうですね、 V as in victory、 victory、うん、の V なんだっていう感じで、うんうんうん、先方が認識する、うんうん、
そうですね、はい、というのもありますね、うん、なるほど、うん、まあ、いろいろこの電話の中で交わされる、うん、この英語的な表現というのがありますので、はい、ぜひまあ、勉強されてください。はい、はい、なるほど、うん、面白いですね、はい、また語学教室アドベンチャーラボではですね、ビジネス英語が学べる、はい、トイック講座もやっております、はい、なのでぜひ、うん、ビジネスで使える表現を勉強して、うん、仕事や将来に生かしたいというお考えの方はアドベンチャーラボまでお問い合わせください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は、そうです、あ、告知がございますね。はい、ナオミさんお願いします。ナオミ、はい、ナオミ、ナオミ、じゃあナオミからお知らせです、はい、語学教室アドベンチャーラボでは、はい、お子様の夏休みを利用して中城村南江原の方でサマースクールを開催します。小学生を対象に外国人講師による本場の授業とさまざまなアクティビティで構成された充実なカリキュラムをご用意しています、はい、外国人講師2名、日本人講師1名の計3人体制で手厚くサポートいたしますので、英語が全くできないお子様でも安心して学ぶことができます、はい、またバーベキュー国際交流会や最後の日には思い出サプライズもありますので、思い出サプライズですね、うん、いいですね。ご興味のある方は、アドベンチャーラボとネットで検索していただきお問い合わせください、はい、またですね、あ、このアドベンチャーラボサマースクールの期間は7月27日から8月22日の間、はい、毎週月曜日と木曜日の午前中のレッスンです、はい、送迎サービスもご用意しておりますので、沖縄市のお子様でも安心して通っていただきますね。はい、はい、でまた残り定員もちょっと設けてまして、はい、定員数もわずかとなりましたので、うん、お早めにご連絡をいただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。アドベンチャーラボまで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。時間となりました。お、本当？まだ残ってるんじゃないとか言って。まだあり、まあ、次回ですねとか言って。そうですね。次回水曜日までまたお楽しみください。はい、うん、はい。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは761@fmkoza.jp です。ファックスナンバーは0989348653です。お相手は語学教室アドベンチャーラボ代表アーボーこと中澤有利と、ナーミーこと中澤直美でした。 I hope you enjoy the show and we'll see you on the next Wednesday. Have a great night and safe at home for the typhoon. また来週、バイバイ。 Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Sky, just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears, wasted waters on